ペンギンの問題実況プレイやっていきます。唐突にお前何をやってるねんと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、なんかねこの間中古ショップでなんか適当になんかいろんなゲーム見てたら見つけました。でなんかこれもう原作がコロコロコミックのペンギンの問題って作品らしくて、木下ベッカムっていうなんかこのペンギンのやつ、なんかベッカムってなんか、ね、サッカー選手みたいな名前だけど、こいつが主人公のなんかコロコロコミックで連載されてた漫画らしい。で俺コロコロコミック小学6年まで読んでてんけど、中1だった瞬間読まなくなったんよ。ちょうどその時は2003年か2004年ぐらいなんで、ちょっと若干世代被ってなくて、実はこの作品知りません。まあ、そんな僕が、まあ、過去のねコロコロの名作を知るっていう意味でちょっとこのペンギンの問題ちょっと手に取ってやってみたいなと思います。では早速やっていきましょうか。スタートいいのかなこれ。何これあのやべ中古だから、え、何すこれ、すごい前任者の方がめちゃくちゃプレイしてんじゃん。サンダーキャッスル、何これ、パラダイスエリア。ちょっとこれ一回データ消そっかね。あの3つまで埋まっちゃってるから、これ一回消そう。これ消して申し訳ない、消させてもらってからの、じゃあデータマッサン状態で遊んでいこうか。え、何これ RPG 形式ってこと。じゃあ、まあ、当然僕の名前はセーブをしました。 A ボタン押してください。はい、やっていこうぜ。何これ対戦とかあんの。冒険コム対戦、そしてですね、コンフィグパスワード。うわ、なんかあったやろな、こういうなんかコロコロ限定のなんかこう、秘密のパスみたいに入れたら、なんか限定のモンスターもらえますみたいなさ。じゃあまあ早速ね、この冒険ってやつやってみますか。あとでちょ、コンピューター対策もやってみようぜ。招待状の問題だ。な、これって問題って多分クイズ番組ってこと？クイズのゲームってこと？ある日、ベッカム君の元に、てんてんてん。なんか、もうしれっと始まったよ。一枚の差出人が不明な手紙が届きました。よし、送り返そう、それは。危ない、開いたら。なになに？もう何食うてんのお前。むむ？え、なにこれ？急に赤髪とか来たのかな？もしかしたら。これは？え、大地震起きてるけどこれ。大変だ。ラオト君。え、しかもフルボイスや。ナオト君、普通の人間。ナオト君、そんな名前どうしたんだい、ベッカム君。大変だよ、大変なんだよ、これを見てよ。何何、第157回ペンギンナンバーワン決定、ペンギンナンバーワン決定戦157回やってんの。招待状、その通り、ペンギンの中のペンギンを決めるペンギンのための大会、また新たな壮絶バトルが始まるんだ。へえ、そんなんないない、選ばれるだけすごいんじゃんこれ。ベッカム君、またあの無茶苦茶な大会に参加するの。てんてんてん、もちろんだよ、今度こそやるぞい。よっしゃ、俺押す。なんかすげえ気合入ってる。これで一回戦で負けそう。絶対一緒だ。おお、ベッカム君が燃えている。こんな真面目なベッカム君は久々に見たよ。そのこの人間と動物の関係性がわからんの、俺原作知らんから。この前も惜しくもダメだった。あ、一応参加してんだ、前回にも。今度こそ僕は、このチャンスにかけ、あ、そういえば、この前の大会は決勝に残れなかったもんね。あ、決勝に行けなかったんじゃ、お前決勝行こうよ、今度こそ。そうか、頑張ってね、僕も応援するから。てんてんてん。うん、そうと決まったら、すぐ出発だ。行くよ、ナオト君。なんで、ナオト君まで連れていかれんの、これ。て、え、なんで僕まで、このさ、目玉が飛び出るのがまたギャグ漫画っぽくていいよな。戦いの舞台は、未だ生き返った者が一人もね、地獄の島。嘘、行ったら死ぬやん。行きたくねえよ、俺。行くぞ、目指せ、ペンギンナンバーワン。そんな、お前、子供向けの漫画で、そんな、行ったら帰ってこれん島とか出てくんな。そんなところに連れて行くな。ふにゃーなってる。ナオト君、無人島の問題。ごめん、問題って何？さあ、着いたよ、ナオト君。結局断られきれなくて一緒に来てしまう。来てもうたの。ここが戦いの舞台、ペンギン島さ。なんだかおっかない島だね。ナオト君、ナオト君、ここに看板があるよ。どれどれ。看板、ナンバーワンペンギン、決定戦にようこそ。決定戦のルールは至って簡単です。この島に現れる全ての敵を倒して5つのエリアをクリアですよ。おい、君がペンギンナンバーワン。5つのエリア、なかなか過酷な問題じゃないか、それ。5つのエリアと現れる敵？てんてん。ペッカム君、敵がいるの？そりゃそうだよ。決定戦なんだから、敵ぐらいでも、それはみんなでも同じペンギンなんやろ？ずいぶん落ち着いてるな。あ、ここにも看板があるよ。読んでみようよ。エリア1、ジャングルエリア。もうすでにエリア1にいるらしいぞ、俺ら。ってことは、ここが最初のエリアってことか。うん、このジャングルエリア最初のエリアってでしょ？まあ、大したことないよ。なんか普通大会とか参加するってなったら、受け付けとかあるんちゃうの？こんなしれっと始まるん。はははは。どういうリアクションそれ。どうしたの、ナオト君。はあ、さてはトイレだね。
違う、見てよ、あれあれ、なんか変な生き物がいるよ、モンスター。もうナト君たら隠さなくてもいいのにって、なんだありゃー。ちょっともう僕今年32なんやけど、テンションついていけへん。わば、こっちに向かってるよ、ベッカム君。なんかすごいの来たん、これ大丈夫。あ、ようやく始まるのか、ゲームが。あ、ジャングル、あ、いや、なんか横スクロールっぽいね。HP と PP ってやつがある。エリアを進んでいくと敵がどんどん強くなるみたいだね。あ、すごい。あ、なるほど。もう、横スクロールアクションって感じ。このハテナ何これ。うわ、取った。何これ。あ、チュートリアルってことか。はい。チュートリアルね。まあ、ジャンプが A で攻撃できる、通常攻撃の他に、ジャンプと組み合わせ攻撃もできそう。ほう。なるほどね。操作は簡単、なんかたこ焼きみたいなの転がってきてんけど、何こいつ、こいつ倒していいのこれ。これ敵これ。このたこ焼きは何これ敵。あ、なんかダメージ。ははダメージ入ってましたね、今。20ダメージぐらい。あ、すごい、たこ焼き。もう食うたったらや、こんな奴ら。食いもんやねんから。すごい、なんかでも、妙に顔がペンギンっぽいな、こいつら。もしかして、あれか、敵ってこいつらのこと？うん、これ。A ボタンでスライディングできんの？スライディングってスベッカムってそんな使わない方も。あ、スライディングすることをスベッカムって言うんや。L ボタンでガードもできる。なんか格ゲーみたいな要素もできてない。L でガード。すごい、なんか、この時代のゲームにしてはさ、LR 使うって結構珍しくない？ DS のゲームで。この島に見かける石像ってほとんどが壊せるみたいだ。あ、それはなかなかいいヒントもらったな。あ、やべ！ 106 ダメージを。おい、こいつの転がる強えぞ。なあ。たこ焼き、意外と侮れん。100ダメージ入った、今。ただ、それ以上にベッカム君の耐久値どうなってんの？ 100くらってなんか2ミリぐらいしか削れてないんやけど。HP1 万ぐらいあるじゃん、これ。あ、なんだこれ。またチュートリアか。ワープホールの前で十字ボタンの上を押すとワープホールに入れるよ。はい。え？あー、なるほど。ここでまた次のステージに入っていくんか。え、ちょっとおもろそうやん。クリアしようぜ。メニューって何？買い物セーブ。は？あ、中間地点みたいなのがあんのか。そこまでいかんとセーブができない。ただ買い物もできるってことは、回復とかを変える可能性があるような。ちょっと待って、一回ジャンプしていい？これ上戻りたい。上のたこ焼き倒すわ、こいつ。ちょっと待って、このたこ焼きまず、うざいから。これ、フルボッコして。この上何これ？これ、あ、やべ。なんか道に二つに分かれてるわ、これ。どう、え、下のワープ行ってもよけよな。どうしよう。目の前にいるベッカムを倒すと、装備や武器が手に入る。ちょっと怖いから挑戦してみよう。あ、え、何ベッカムっていう種族なん？こいつはただのペンギンやろ。ペンギンって言うてもてるやん。え、あいつだってペンギン？こいつベッカムなんか、こいつも。え、その同胞を狩るような真似したくないな。あ、部屋を出入りすると倒した敵が復活するは注意が必要ね。その右下の女の子誰あれ。ね、急に出てきてんけど。あの熱血感あふれる少女誰あいつ。なんか、あ、必殺技出た。何これ。200ダメージ入った。あ、今どっちが撃ったんやこれ。ちょ、待て、右下の女の子出たー。ベッカム君の必殺、めちゃくちゃ実況してくれてるし、あいつ実況なんかよ。ちょ、待て、ナリキンベッカム呼びだろこいつ。お前ナリキンみたいな、お前金に物言わしてるような連中に負けたくねえぞお前。倒せ。あのさ、あのアイテムみたいなスローしてもうた。ちょ、何今教えたやつ、何あれ。ちょ、待って、もうすぐ、いける、倒せる。倒せ、いけ、ベッカム頑張れ。おっ格ゲーだこれ。最後スローモーションなんの。よかったね、ベッカム君。これで木箱が消えて先へ進めるよ。おお。ナリキンフェイス、ナリキンスーツ、ナリキンナックって見ました。すげえ、装備めっちゃ手、ナリキン一式手に入ったわ。え、待て、逃げる気か。ベッカム君、待って、不快は危険だよ。逃げ足の速さ出た。今のは大会の3、あ、なるほど、そっかそっか、ペンギンのナンバーワン決め大会だもんね。みんなベッカム君を狙ってるんだね。そこら辺のモンスターも、まあみんな僕が強いって分かってるから、あ、こいつね、優勝候補なん。何とかして僕を倒そうとしてるんだろうね。そうなの？ベッカム君ってそんな強かったんだね。そうだよ、知らなかったよ。ふっふちゃんとボイスがあるの、ええな、これ。他の参加者たち、僕を倒そうったって、そうはいかないぞ。すごい、ベッカム君かっこいい、頼りになる。でも僕ちょっと疲れたから木
岡崎はナオト君が戦ってる。なんでやねん。うん、任せて、お前、えらい乗るね。で、僕ペンギンじゃないから。100点満点の乗りツッコミや。ナオト君はうるさいな、分かったよ、僕が戦うよ。さあ、脇は盛りながら気を引き締めていくよ。能力変化のアイテムは、部屋が変わっても効力が切れるまで持続する。あ、能力変化な、ちょっとさ、さっき取ったなんか一式装備つけてみない？規制回ってやつかな。あ、HP1000 あるわ。PP も1000。アタック 96D、ディフェンス50。必殺が回転アタック特殊なし、ボーナス素手が1番。ん？じゃあ、ちょっと成金装備にしてみますか？おー、すごい、なんかでも見た目が、すごい、なんか、うさんくさい IT の、IT 企業の社長みたいなさ、成金になってもうたら嫌やわ。あ、しかもなんか特殊必殺技とかも変わるんや、装備によって。あ、でも攻撃力が飛躍的に伸びてるわ、126。まあでも多分こっちの方が強いんだろうな。成金ベッカムに、また出てきた右の子、連続攻撃で敵に大きなダメージを与えることができるわ。あの子ほんと説明なしに出てきたよな。ちょっとね、このスベッカムを使っていこうぜ。スベッカム使ってガードもしてさ。あ、なにこれ。着替えてみようよ。着替え、あ、着替えた。大丈夫だよ。ナオト君、僕も着替えたから。もう戦いもありながらさ、こういうアクション要素もあるんだ。スタート押すとポーズメニューが開く。うん。下画面には着替えマップ、あ、そう、さっき見た。あ、大丈夫だよ、ナオト君。もうさっき見たから、全部。ね。図鑑とかもあんの。ショップで買ったいろんな本を見る。あ、本とか買えんの。上画面には今のベッカム君の状態を。さっき着せ替えしちゃったよ。ごめん、知ってるから。頭変更したって言ってんの。いや、したって。じゃ、もう慣れ気にした。今、変えたって言ってんのよ。めちゃくちゃ教えてくれるやん。あ、装備を登録できるの便利だな。こうさ、なんか違う装備にしたい時にまたこうね、戻すの大変じゃん。ちょっと説明過剰やな。びっくりマークが見られたら重要なヒントの指示だ。僕のナビゲートを見てね。すごい、なんか説明が丁寧だな。昔のゲームはよ。何この千年樹。ね、これは気になるな。あ、上にまたたこ焼きのクソ野郎がいるわ。あいつはでも雑魚だからもう相手しなくていいよね。やっぱ成金は成金らしく金だけを見ていこう。こいつは倒すですよね。まあ、一応倒すけど。217ダメージ！え？もうこんな優勝確定やんけ。343？ 桁が違う。何これ。チュートリアル多いな。はしごやつ頼まれで十字のボタンの下を押すと降りることができるよ。十字ボタンの上を押すと登ることもできるんだ。あ、ほんとだ。なんか操作結構覚えること多くておもろいな。はしごやつ頼む途中で B ボタンを押すと飛び降りられる。そんなこともできんの。なんか結構ちゃんとしたアクションゲームじゃない。融通が効くじゃねえかよ。じゃあここで下押してか。あー、で飛び降りもできんだよな。ちょっと一回飛び降りやってみていい？あ、できた。これ何これ。火力が飛躍的に伸びてる。これはちょっといろんな情報を得しとこうぜ。下から、ジャンプしてすり抜ける足場がある。あー、ああいうな、揚げパンみてえなさ、あの手の足場はすり抜けられるんだ。こう頭当たっちゃうやつとそうじゃないやつがあるもんね、いろんなゲームにおいて。なるほど、オッケー。あ、このやつか。217。おい、ちょっとさ。あ、やべえ、必殺落ちちゃった。あれは、前説の必殺奥義。なんて破壊力なの？ちゃんとこう、実況も忘れずに入れてくれるっていう。なるほど、わかった、操作が。じゃあ、これでジャンプして。で？お、敵を倒したらコインやアイテムもらうことがあるみたいだよ。コインやアイテム。さっきからもらってるよな。何これ、ちょっと待って、変な薬飲んじゃった。あ、あれはちゃん、HP 回復するやつなんだ。その、変な依存性のあるやつじゃないよ。大丈夫だよね。ちゃんとした普通の薬？あ、何？これ、びっくり出た。びっくり。あれ、びっくり出たで。あ、無視しちゃった。あれ、びっくりが出たらなんか俺を呼べんじゃ言ってたのに。で、出てる。はい、僕のナビゲートを見てます。ナビゲート見てる。なんか、うんこみたいなキャラ来た。新キャラ来た。あ、すごい、こいつ銀の声落としやがった。ちょっとレアじゃん。あ、ナビゲート見るし。ナビゲートってどうやって見んの？ベッカム君が持ってるお助けコインや、コインは上髪封鎖されてる。はあ、お助け券みたいなやつが、今2個持ってるってことなのか。
銀のコイン1枚取るだけで10万円の価値があるんだ。あ、ここあれだ、セーブできるとこだ。じゃあセーブしようぜ。はい、セーブをしました。Aメニューに戻るでしょ。買い物できんじゃんこれ。ちょ買おうぜ。金ならいっぱい。でも成金だから。うわ足りねえ。お手伝いブリム、ドレス、タイヤ、あ、これ武器ってこと。うわ全みんな足りんわ金。攻略本1ってのがあって、ちょっと買ってみよっか。10円だし攻略本1買ってみようぜ。じゃ これもう、あ、この本にはこんなことが書いてるよ。どれどれ。ペンギン島に住むモンスターの秘密をその他に授けよう。島をうろうろしてるモンスターのうち、たこ焼きベッカムに、あ、なりきん装備、え、なり、たこ焼きベッカムには、なりきんベッカムの装備を、うんちベッカムには、ヤンキーベッカムの装備なら倒しやすい。あ、ただし、頭、体、武器、それぞれに装備する必要があるのを忘れてない。意識しないかな。あ、だからあんな大ダメージ出るんだ。そういうことか。なりきんはたこ焼きにもともと強いんだ。意外と有意義な情報入ったわ。ハオだと200ダメージが出んもん、平気で。当然、このアイテム取って、で、スベッカムもかまして、これ、うわ、さあ、待って。で、このうんちベッカムがさ、ちょっと、だるいんだよな、こいつ。こいつはさ、結構美味しいから、え、嘘、もらえなかった、コイン。こいつ、ぶっ倒していこうぜ。ここもしっかり、アイテム、ちょっと取って、いいぞ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 。これも破壊するわ。210ダメージ、17ダメージ。ジャンプないんだっけ、これか。相性とかあんねんな、このゲーム。ちょっとでも、耐久が、まずいかもしんない。これは何、これ。これ。ワイボタンでバックステップ、バックステップ、敵の攻撃を行くことができる。え、うまく使おう。バックステなんかあんの、すげえ、なんかランサー見ててかっこいいやん。 X で必殺、あ、さっき出しちゃったやつだ。素手の場合は回転アタックで、さっきだからなりきんショットみたいなの出したもんな。伝説の秘技必殺だって。でも多分ゲージが溜まってなきゃできないとこあるんだよな。え、何このたこ焼きの軍勢は。あ、ちょっとさすがにやばいか。ちょっとやばい、まとめてかかってこられたら、まずいかも。倒せ。よし、オッケー。銀コイン、これは欲しい。81点。いや、でも最低でも400とかないと装備買えないんだもんな。ね、あの背景のさ、あの何、あの、溶けてるやつ、ちょ、怖いわ。343ダメージ。ちょ、ジャンプして、ちゃんと。え、何あれ。あ、やべ、偽物捕まされた。デバフかかっちゃった。あ、ほんとだ、すごい弱くなっちゃってる。最悪や。そんなもん用意すんな、あ、なんだこれ。あ、地面に穴がある。あ、地下に行けるこれ、何ここ。で、これなんだこの、意味ありげな。もう下行ってみようか。アビスの世界へ。あ、地下だ。あ、さっきの石像やったんかな。いや、うんちベッカム来た。ね、こいつダメージがすごい。回復しよう、これ。あ、なにこれ。あれ、これは南極ラーメン、なんでこのところに。なんだろうね。どっか使うのからもらっておこうよ。うん、そうだね。このエリアの中で役に立つかもしれないしね。またその罠とかじゃないの、大丈夫やな。能力変化のアイテムは部屋かかっても効力が切れる。ええ、またベッカムだ。なんかメイドベッカムみたいに付き合い。あ、この子か、お手伝いベッカムって。ん、ちょっと普通に、ワンパンするわ。うわ、来た。な、このごめん、ウリアーって、敵が撃ってんのこれ。ね、必殺技連発されてない俺。え、ちょっと待って、に負けちゃった。え、なんか萌えキャラに負けちゃった。うわぁ、ベッカムくんが負けちゃった。もうしょうがないなぁ。じゃあもうこれにて第100。そんなお前お笑いコンビちゃうんやから。そんな針線でパチン叩いただけで治るかい。もう負けは負けやろ。え ?HP 回復してる。え、ちょ、もう一回行こっか。で、こいつさ、初手から必殺連打してくるから、ちょっと俺も、その、お株を奪うかのように。ね、よし、俺の必殺入ってる、これ。カットインが。210で。一発。ね、必殺ってこれ連発できんの?あ、あの、PP ってやつ使ってるわ。連続。過剰攻撃。もう一発いけ。もう一発撃ってんじゃないこれ。よし、いけ。あ、でも、逆だ。逆方向に行っちゃった。避けながらうまく。いけ。あ、何あれ。あ、やばい、来るぞ、はめ。壁はめされる。まずい。壁はめされる。これ取りたい。何これ。いけ。え、なんかちょっと、エッチな、アイテム来た。
あ、HP クソ回復した。おお。やったー、ベッカム君の勝ちだ。すごいよ、ベッカム君。おお、見たかよ。これが俺の力だ。お手伝いブリームを手に入れました。あ、これでまた装備とか変えれるのかな。これで、いやでもさ、成金ベッカムでしばらく行ってもいいんじゃない。それか、いや、変えてみよっか。あいつ強かったもんな。一式ないわ。あれ、お手伝いブリームの一式がない。あれ、これじゃあさっき全種類ドロップしなかったんかな。じゃあ、やっぱ、成金で行くか。やっぱ結局成金、やっぱ金持ってんのが一番いいからね。んー、お前。世の中金だから。何この泥団子。あ、こいつ何これ。これも壊せんのこれ。誘ってみるか。いけ。あ、ダメだ。これは背景みたいなもんなのかな。ちょっとスライディングしてみよう。で、俺さっきガード全然使ってないわ。こう必殺打つたびに右下の女の子が、どっからともなく現れて実況してくれるっていう、そういう機能もあります。ちょっとうんこベッカムは、しばいて。待って、こっち行き止まりだ。じゃあ待てよ。ね、あいつのうんち飛ばし攻撃何やれ。うぜえぞ。右かな？こっちだ。結構なんか、ダンジョンが入り組んでるわ。うわぁ、石像でいっぱい取れない。どうしよう、ベッカムくん。この時さっき取った南極ラーメンの出番だ。いただきます。は？何それ？南極ラーメン。え、あのさ、石像怖いって。いかにもこっち見てきそうじゃん。何あれ？怖えよ。お前の方が怖えわ。なんか、ハイパー化しちゃった。これ超便利だ。ずっとお前そのままでいるじゃん。そのままもう、優勝しまおう、もう。すげえ、南極ラーメン。あー、そっか、効力はあれなんだ。ウルトラマンみたいに。そんな長くは続かないのか。じゃあちょっと先に行ってみる、さらに。ジャンプして、交互に行くといいのかな、これ。あれ？あ？いや、多分こっちじゃないんだよな。ジャンプ。オッケー。これ欲しい。あ！あ、届くか、これ。うわぁ、濃いね、まだ。127円、今。結構溜まったんちゃう？これ。これもと、デカコイン。デカコイン !100 コイン！なにこれ、怖い。このエリアのボス？なにこのクマちゃん。ボスってこと？うわぁ、強そうだ。お前、あの、巨大化使ってもうたから、お前、この体格差は、ベッカム君が本気だ。じゃ、ちょっと頑張れ！ベッカム君必殺の連打よ、これ。マハパンチ決めて、足元。こいつも、結構足元弱そうじゃない？いけ！なんかでも、向こうも切れてるわ。無事抜け。よし。ダメか。もう一回、もう一発。必殺、こう、デンプシールロールのようにさ、左右から攻め立てていこう。おら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 ！100、99、200。ダメージ与えまくれ。これガード使うか。スライディング。ガードしよう、ガード。ガード。やばい、なんか消えてる。あー、くそ、まずいかも。まずいか。ね、こいつ、HP どんだけあんねん。ガード、ガード、ガード。ガード。28ダメージに軽減できた。もうすぐで必殺がつける。よし、行け！多分これはとどめだ！俺の必殺のなりきりアタック！やったか？やったよっしゃー、どうだ？思い知ったか？ベッカム君すごい。こんなに大きな敵を倒すなんて。ふっ、僕が本気出せば、こんなやつ目じゃないのさ。でもこの大きな敵は何だったんだろうね。この先はこんなやつがたくさん出てくるのかな。どんな敵でもかかってこい。あ、ここに看板があるよ。どれどれ。看板、エリアの最後にはそのエリアのボスがいる。あー、やっぱジャイスボスだったんだ。なるほど、これでエリアクリアか。万人は手強いぞ。勝負を挑む時は十分注意をしようね。以上。この看板はボス高前に読みたかったね、ベッカム君。まあまあまあ、勝ったからいいじゃん。ジャングルエリアのボス、倒さなし余裕だよ。その割には苦戦した気がするけど、まあちょっと正直、あの、HP が、なんか2万ぐらいあった、あいつ。うん。よし、ペンギンナンバーに近づいたぜ。
行こう、ナオト君。次の部屋に。レッツゴーだ。これでどうなるわけ？あ、これでこのエリアクリアか。クリアなのか。あ、ワープゾーンだ。やったはー、エリア。次、氷の洞窟エリアだ。財宝の問題。うわ、怖そうな洞窟だな。ここが二つ目エリア、氷の洞窟みたいだな。わさ、お先にどうぞ。ベッカム君が言ってよ。お前、ついに乗りツッコミやめたな。中は寒そうだな。氷の床も滑りそうだ。何その葉っぱ。なんか物騒なマークついてるけど。どれどれ。おや、これは、これは、ナド君、これは地図なんだ。へぇ。どうやらこの洞窟の地図。そしてこのドクロのマーク、間違いない、これは宝の地図。宝あるらしいぞ。そうだ、ナド君、カード君の宝だよ。ちょっと、ペッカム君、ペンギン山の宝はどうするのさ。俺、宝取りに行くわ。どうでもいい大会なんて。金にしか俺は目がねえんだ。宝探しに行け。じゃあちょっと一回セーブ書いて終わろうぜ。なんかこのゴミみたいなペンギン。こいつら一回ちょっと全無視して。こういうの、あそこセーブの間じゃないか。うわ、100コイン。え、嘘、ここもうボス戦じゃない？違う、これ。なんかボス戦の雰囲気あるけど。え？何ここ？ちょっと待って、すげえ。あ、やばい。一旦セーブを書きたくないか。で、この顔が溶けちゃってるペンギンちゃん何なの？こいつ一回全部無視するわ。銀コイン、みんな見て俺のコインマウス。784枚。国が買えるわ、もう一個。一旦セーブの部屋に行きたいぞ。あ、あれだ、セーブ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 。よいしょ。あ、しゃっけ。ここ書けんじゃない、セーブ。オッケー。しかも、セーブぶっかいて、メニュー戻って、金クソ溜まってるから、ね、買おうぜ、クソ強い装備。なにこれ、ベッカムの本4、2000円。ビームサーベルは？うわぁ、ギリ買えねえか。800円だ。うわ、ちょっとこれビームソードだけ買って終わろっか。買えんじゃない？なんか適当にこの辺しばけばさ。お前らそれ金持ってんだろ。カツ上げしていくわ。すごい奴らからこう金を奪い取っていくっていうのがね、結局一番コスパがいいんですよ。こいつとかよ。こいつとかおめえ、金持ってんだろ俺これ。出せよ。あ、なにこれ。うわ、やべ、こいつバトルってデーモン・ベッカム。ね、デーモン・ベッカムとの対戦になっちゃった。デーモン・ベッカムの HP ゲージがクソ投げ。ねえ。しかも、あれ、いきなり。いや、ちょっと、デーモン・ベッカム。バカ強い。あ、やべ、デーモン・ベッカムクソ強い、これ。あ、やべ、あ、クソ強い、こいつ。頼む。ちょっと待って。回復しよう。え、ちょっと待って。え、デーモン・ベッカム。ね、ちょっと。はめよ、ここ。いや、全然その必殺技全然入ってない。いや、こいつ、HP もやっぱバカ高いわ。HP ってか、耐久力も半端ない。それ欲しい、それ。いけ。ん？これ、どっち？これ。あー、敵に取られちゃった。いや、でもいけるんじゃない？いける。にゃははは。なんかこれ一回さ、これ、ソーダイ君のちょっと18時間プレイしたデータ見てみていい？これ。どんな感じになってんの？ソーダイ君の。ネタバレ食らっちゃうかな？あー。いや、ソーダイ君、デーモン・ベッカムだ。コインカンスト1人。デーモン・ベッカムがやっぱ一番強いんじゃん、このゲーム。いや、ちげえ、これデーモンじゃねえぞ。サターンの角。クソやり込んでる。クソやり込んでんじゃん。こんなやり込みを見した壮大くんが出した結論はやっぱ、サタの角の、頭サタの角で体がデビルベスト、で武器が悪魔のやり。基本やっぱデーモン系が強いってことか。ちょっと勉強になったわ。やっぱデーモン強いんだ。何このジャンプ力デーモンの。こんなもうチートやんけ。はしごいらんやん、こいつ。